イスターズ対東海、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の東、東海の先発は左の藤田、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。左の東マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは最多背番号6、第9、初球空振り、第2球投げた、ボール、第3球は外れた、ボール、次が4球目投げた、チェンジアップ空振り、追い込んで第5球投げた、打ちました、ファースト前方のフライになりました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番柴田、投げました、打ちました、第2球真ん中にストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、1球外してボール、第4球を投げました、見送ってボール、第5球投げました、ボール、次は6球目投げました、打ちました、宮崎取った、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは3番中村、第9、初球打った、右中間へのフライ、掴んでこれで3アウトになります。まずは初回をきっちり3人で仕留めました。左の藤田マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは梶原、第9、ボール、第2球アウトコース低め空振り、第3球を投げた、スライダーはストライク、タイミング合いません。追い込んでから投げた、ボール、次は5球目打った、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。投げた、高めボール、受けました、第7球を投げた、打ちました、センターへの打球掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番桑原、第9、投げた、ストレートはボール、第2球ストライク、投球はこれから3球目ボール、次は4球目投げました、打ちました、アルボール、追い込んで第5球投げました、ボール、第6球を投げました、打ちました、金本下がっていった、落下点に入った、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番佐野、第9、投げました、初球から打ってった、1、2塁間へ、アウト、3アウト、チェンジ、藤田無難な立ち上がりです。2回の表、東海攻撃に入ります。トップバッターは金本、第9、外れた、ボール、さあ次の投球投げました、渾身のストレート空振り、第3球は打ちました、第4球を投げた、ボール、第5球投げた、アウトロー、チェンジアップ外れて、ボール、投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、金本ナイスバッティングです。
さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは5番木村。第2球投げた、ボール。第3球打った、ピッチャー返し、破った、中継、二塁セーフ。木村いいバッティングを見せました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。バッターは6番長尾。第2球ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球、マーキー取ってアウト、送りバント成功。ベイスターズなおもピンチが続きます。バッターは7番和田。第2球ストライク。第3球を投げた、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打った、三塁ランナーはホームへ、アウト、東海1点先制。ベイスターズなおもピンチが続きます。バッターは8番比嘉。第1球初球外れてボール。さあ次の投球投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げました、チェンジアップはボール、インローへ。第5球投げました、打ちました、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対0ベイスターズ先制点を奪われています。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはオースティン。第1球投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、打ちました、セカンド前方のフライになりました、掴みました、これでワンアウトランナーはありません。バッターは5番マーキー。マーキー集合。第1球投げた、初球スライダー空振り、1球目空振りから投げた、ボール。第3球を投げた、まっすぐ空振り、バッター追い込まれました。投球これから4球目、打ちました、内野ゴロ、金本ボールを取る、金本一塁ベースを踏んでアウト、これでツーアウトランナーありません。バッターは6番宮崎。第1球投げました、決まってストライク、まずは見送りました。第2球ボール。第3球を投げました、第4球を投げました、打ちました。第5球投げました、打ちました、抜けた、宮崎ナイスバッティングです。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。バッターは7番山本。投げました、打った、ファール、1球目ファールから投げた、ボール。投げた、打った、引っ張った、切れていきます、ファール、追い込んでから投げた、打ちました、いい当たり、抜いていった、中継、山本いいバッティングを見せました。ベイスターズ同点のチャンスを迎えます。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、林、ベイスターズ一打同点のチャンス。第1球、第2球投げた、流し打ち、どうだ、スタンドに入りました、ファール、追い込んで投げた、アウトコース、空振り三振、最後は伸びのあるストレート。リプレイをご覧ください。ベイスターズ得点圏にランナーを送りましたが同点に追いつくことはできませんでした。2回が終了しまして1対0です。東海この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー、打ちました、初球打ち、左中間へのフライですがセンター落下点、取りました、これでワンアウトランナーはありません。打順はトップに帰って最多、第1打席は内野フライに倒れています。見送ってボール。さあ次の投球投げました、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません、掴みました、これでツーアウトランナーありません。バッターは2番柴、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。カーブ決まってストライク。投球これから2球目、このボールも空振り。投球はこれから3球目、低め、直球は外れてボール。第4球はボール。
投球これから5球目。インコースのボール左へ、レフトの左、ダイレクトフェンスに当たった。打ったバッター一気に二塁へ向かう。ランナー二塁でストップ。柴田ツーベースヒットを放ちました。バッターは3番中村。第1打席はセンターフライに倒れています。初球打ってきた、ショートこれは守備範囲内、ショートから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。アズツーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって1対0です。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーアズ。第9球見送ってストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球打ちました、センターへのフライだ。センター落下点に入りました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って梶原。第1打席はセンターフライに倒れています。第9球1球目ストライクから投げました、アウトコース高め、外れてボール。第3球を投げました、高め際どいボール。第4球を投げた、打ちました、気が掴んだ。記録はヒット、記録はヒットです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。右バッターボックスは2番桑原。第1打席はファーストフライに倒れています。スライダー見送ってストライク、初球ストライクから。第2球投げた、これはストライク、盗塁成功。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。先ほどのプレーです。投球はこれから3球目、外れたボール。二塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、二塁はセーフ。投げた、内角、スライダーは外れてボール。第5球投げた、ストライク、見逃し三振。ランナー一人を置いて迎えるバッターは佐野。大きな声援が届いています。第9球投げた、見送ってボール。振り返って二塁牽制球、二塁タッチはセーフ。高めボール球打った、抜けた、センターバックホーム、二塁ランナーホームイン。ベイスターズ同点1対1。佐野タイムリー、これで2打数の1安打。右バッターボックスは4番オースティン。第1打席は内野フライに倒れています。第9球投げました、決まってストライク。投球は3球目、投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、スライダーボール。投球これから5球目、空振り三振、バットアウト。最後は伸びのあるストレート。序盤終了しまして1対1、ベイスターズこの回1点返して同点としています。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは金本。第9球投球これから2球目、アウトコース高め、空振り。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、外れたボール。投げた、打った、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番木村。第9球投げた、チェンジアップはボール。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、ボール、アウトローへ。第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、宮崎ボールを掴んだ、サードから一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは長尾、これが2度目のバッターボックス。投げました、外角を泳いだ、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが取って、これで3アウトチェンジ。アズこの回きっちりと3人で抑えています。4回の表が終わって1対1です。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは牧、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球インコース高め、ボール。第2球ストレートはボール。第3球を投げました、打ちました、抜けた、牧ナイスバッティングです。
さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。さあリプレイです。バッターは6番宮崎。今日2度目のバッターボックス。第9位投げました。初球打ち引っ張った。レフト線にボールが飛んでいますがファールボール。初球ファールから第2球投げました。ボール投げました。3球目ストライク。次が4球目投げた。ボール第5球投げた。ボール次が6球目投げた。打ちました。破った。中継。宮崎いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ勝ち越しのチャンスにバッター山本。第9球ストレートはボール。さあ次の投球投げた。ここは送ってきました。ボールはキャッチャーの前。キャッチャー掴んだ。アウト。山本送りバントを決めました。ベイスターズなおもチャンスが続いています。バッターは8番林。ベイスターズ一打勝ち越しのチャンス。第2球投げた。ボール。投球はこれから3球目打った。次が4球目投げました。打ちました。さあ犠牲フライになるか。センター前取りました。三塁ランナーはタッチアップ。三塁ランナーホームイン。ベイスターズ1点リードを奪いました。2対1ベイスターズなおもチャンスが続きます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターはピッチャー東。第9投げました。これは引っ掛けた。金本バックしていった。取りました。これで3アウト。4回までが終了しまして2対1ベイスターズ1点勝ち越しです。5回の表東海攻撃に入ります。トップバッターは和田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。ストレートはボール。まずは低め。第2球投げました。アウトコース。ボール。第3球を投げました。3球目ストライク。次が4球目投げた。打ちました。林取った。1塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは8番比嘉。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。チェンジアップはストライク。第2球投げた。アウトロー際どい球。ボール。第3球を投げた。カーブはボール。さあ4球目ボール。さあ5球目真ん中にストライク。第6球を投げた。あっと引っ掛けた。林交代。掴みました。これで2アウトランナーありません。バッターはピッチャー藤田。第9投げた。ボール。第2球投げました。決まってストライク。第3球を投げました。打ったいい当たりだ。左中間のフライ取ってアウト。スリーアウトチェンジ。アズ下位打線を三者凡退0点に抑えています。5回の表が終わって2対1です。ベイスターズこの回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの梶原。これが3度目のバッターボックス。1球目ストライクから第2球投げました。膝元外れてボール。第3球を投げました。インコース。ボール。さあ4球目ボール。さあ5球目打ちました。ファール。第6球を投げました。打ちました。第7球を投げた。打った。痛烈な当たり。いったか。どうだ。入るか。ワンバウンドヒットになる。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う。梶原いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。リプレイをご覧ください。
バッターは2番桑原。今日はファーストフライと三振。打った、ファウルボール。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げた、打った、左中間へ持っていきましたが取りました。ランナー三塁へスタートを切った。ベイスターズなおもチャンスが続いています。左バッターボックスは3番佐野。第9球投げた、見送ってストライク。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球は高め、ボール球打った、抜けた。ベイスターズ1点入りました。3対1、佐野タイムリーヒット。これで今日は3打数の2安打。先ほどのプレーです。右バッターボックスにはオースティン。今日はセカンドフライト、三振。第9球打ちました、ファールボール。第2球投げました、打ちました、最多下がっていった。佐野飛び出している、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは5番マーキー。第9球初球打って出た、入るか入るか、センターバック掴んで、これで3アウトになります。5回の裏が終わりまして3対1、ベイスターズリードを2点としています。ゲームはこれから後半6回に入ります。右バッターボックスはトップバッターの斉田。今日はファーストフライとライトフライ。第9球低め際どい、ボール。投げました、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、アウトロー空振り。次は5球目、ストレートはボール低め。次は6球目、投げました、引っ張った、ファール。さあ7球目、打ちました、オースティン落下点に入った、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げました、ボール。第2球投げた、カーブはボール。投げた、ストライク。投球これから4球目、ストライク。第5球投げた、打ちました。第6球を投げた、スライダー、見逃し三振。バッターは3番中村。今日はセンターフライとショートゴロ。第9球投げた、ストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、打った。第4球を投げました、外れた、ボール。次は5球目、打った、打球はファースト左、オースティンボールを取る、一塁へ送る、アズム取ってアウト、スリーアウトチェンジ。アズム三者凡退に抑えています。6回の表が終わって3対1です。6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは宮崎。第9球投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、ボール。投げました、打って出ます、これはライトフライになった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番山本。第9球投げた、打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番林。今日は三振とセンターへの犠牲フライ。投げた、初球はチェンジアップ、空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。初球空振りから投げた、打ちました、1、2塁間の打球抜いていった、林ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。代打は強打。第9球投げた、ボール。まずはインコース高め、投げた、打ちました、抜けた、中継、強打、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。
ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、梶原今日はここまで3打数2安打、見送ってボール。第2球投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打った、最多掴んだ、一塁送球、あっと送球それた、一塁はセーフ、記録はヒット、ベイスターズなおもチャンスが続きます。さあ追加点のチャンスにバッター桑原。第2球投げました、打ちました、ライトへのフライだ、ライト交代、取ってこれで3アウトチェンジ。ベイスターズ満塁のランナー3人残塁、中盤まで終了しまして3対1です。まず降板、マウンド上ピッチャーはウェンデルケン、今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか、ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。初球を打ちました、レフトの左にボールが上がっている、取りました、これでワンアウトランナーはありません。バッターは5番木村、今日3打席目、第9球初球ナックルカーブ、空振り、思い切って振っていきました。1球目空振りから第2球投げた、低めボール、抜けました。第3球を投げた、アウトコース低め、ナックルカーブ外れてボール。第4球を投げた、打ちました、サード左、宮崎ボールを掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番長尾、これが3度目のバッターボックス、初球を打った、右中間へのフライですが取りました、これで3アウト。ウェンデルケ三者凡退、無得点に抑えています。7回の表が終わって3対1です。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃、トップバッターは佐野、今日はここまで3打数2安打、初球見送ってストライク、初球ストライクから投げた、打ちました、追い込んでから投げた、流し打ち、ファール、投げました、打った、ファールボール。第5球投げました、もう東海、ここは引っ張りに警戒します。投球はこれから6球目、スライダーボール。第7球はインコース引っ張った、あっと抜けた、ライトからセカンドへ、佐野ツーベース。藤田降板、マウンドに上がったのは高橋、今日2人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか、今日元気のないオースティ、ベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。初球カーブは空振り、第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。第4球を投げました、カーブはボール。次は5球目投げた、打ちました、さあ6球目投げた、ボール。第7球を投げた、打ちました、1・2塁間への当たり、芝取った、セカンドから1塁送球、アウト。ベイスターズなおもチャンスが続いています。右のバッターボックスは5番マッキー、初球はストライク。第2球投げた、高め外れてボール。第3球を投げた、打った、第4球を投げました、カーブはボール。さあ5球目打った、これは犠牲フライになるか、掴みました、タッチアップからホームへ向かう、ホームイン、ベイスターズ1点入りました、4対1。さあリプレイです。バッターは6番宮崎、今日4度目のバッターボックス、第9球高め外れてボール、投げました、空振り。第3球を投げました、ボール。次が4球目投げました、インコース高めストライク。第5球投げました、打ちました、これは内野ゴロ、最多ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして4対1、ベイスターズ1点を追加しています。
ウェンデルケ降板、右の山崎今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。8回の表3点を追いかけます。東海攻撃に入ります。先頭バッターは和田。今日はセカンドゴロとショートゴロ。第9球外れたボール、見送ってボール。第3球を投げた、まっすぐ見送ってストライク。次が4球目、投げたストライク。追い込んで投げた、空振り三振。バッターは8番比嘉。今日はショートゴロとショートフライ。投げた初球高速シンカー、空振り。第2球投げた、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。追い込んでから第3球を投げました、一つ外したボール。第4球を投げました、打ちました、右へどんどんと切れていきます、アルボール。投げました、ツーシームはボール。投球はこれから6球目、打った、引っ張った、アルボール。第7球はストレートはボール。投げました、打った、比嘉粘っています。投げました、変化球、空振り三振、2者連続三振。バッターは代打三浦。第9球真ん中ストライク、少し意識しすぎたか。初球空振りから第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、抜いていった、三浦ナイスバッティングです。打順は1番に帰って最多、今日はここまで3打数ノーヒット。第9球さあ次の投球、投げた、高速シンカーはボール。第3球を投げた、高速シンカー空振り。追い込んで投げた、打ちました、ファール。第5球投げました、ボール。投球はこれから6球目、流し打ち、ショートバウンド。オースティ軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。東海ファーストランナー残塁。8回の表が終わって4対1です。高橋降板、右の福田。8回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは山本、ボール。第2球投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、決まった、ストライク。投げました、外れた、ボール。投げました、5球目空振り。次が6球目、投げた、打ちました、あっと取れない。山本いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー山崎。第9球投げた、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、サードボールを掴んだ、アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは6回途中出場の京田。第9球投げた、初球フォークボール空振り、バットが空を切りました。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、ストレートはボール。投球これから4球目、ボール。投げた、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、レフト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、6対1ベイスターズリードを5点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順はトップに帰って梶原、今日は3安打猛打賞。第9球投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球ボール。第3球を投げました、空振り、バッター追い込まれました。さあ4球目ボール。投球これから5球目、
アウトコース低め、空振り三振。バッターは2番桑原。今日はここまで4打数ノーヒット、1三振投げました。第2球投げました、高め際どいボール投げました。3球目ストライク。第4球を投げた、4球目空振り、少し意識しすぎたか。追い込んでから投げた、ボール。次は6球目投げた、打ちました。サード右横のフライになりました。サード落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして6対1、ベイスターズリードを5点としています。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは柴田、見送ってボール。第2球投げた、ボール。第3球外れた、ボール。次が4球目投げた、おっと打ちました、センター方向に持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番中村。第1球投げました、初球から打ってった、抜いていった、中村ナイスバッティングです。バッターは4番金本。これが4度目のバッターボックス。第1球第2球打った、ピッチャー正面ゲッツーコースター、ピッチャー返し、一塁送球アウト、あと1人、チャンスをものにできるか。第1球打った、一二塁間の当たり、マーキー掴んだ、アウト、試合終了です。ベイスターズ見事勝利です。試合終了でございます。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手